はい、今日も楽しくやっていきましょう。スピルと申します。さあ、今日からですね、やっと9章、ちょっと入っていこうかなということで、一応途中まで終わってるんですよ。ノーマルの、まあ、あとは4つはね、もう私8章のヘルクリアしちゃいましたからね。もうこれぐらい余裕でしょ。もうサクッと終わりましょう。はい、というわけで、どこだ？残り。このマークのところがまだだよね、確かね。この辺、あ、まだまだまだ、途中にあったね。9の13。ここがまだだ。よし。とりあえずここサクッといっちゃいましょう。メンバーどうしよっかな。私ね、結構いつも、タンク、で、ヒーラー、CC、で、アルテミア。これが結構割と使ってるメンバー、主要メンバーですね、になります。あと2人だね、サブチームの方。まあやっぱこれは、ヒーラーと、まあこっちだね。ライアスで MP の回復速度を上げて、で、あと1人は CC を取るか、もしくは敵のバフ解除を取った方がいいのかなって思っていて、敵のバフ解除を取るんだったら私の持ってる中では、アピルロップみたいですね。武器壊し。あった。対象のバフを取り除き、だから武器壊しだね。でもこれはまだ超越上げないといけないからね。取れないよと。あとミリアンヌ、どこだっけ？ミリアンヌまだ育ててないんですよね。ミリアンヌも、あった。対象からバフを取り除き、だからこれも超越3が必要なんだよね。これもないよと。じゃあやっぱり誰かなってなると、ラブリルが一応ちょっとできるんだよね。あった。取ってないんですが、まあ、元気を出しての方で、怖いけどか。元気を出してを使った後にすぐ使える怖いけどで対象のバフを解除できますよと。これね、私オートでやってるから発動するかどうか怪しいとこなんですよね。なのでちょっとこれも期待できないよと。いうことで、敵のバフ解除。期待できるのが、ロレインしかないのか。しかも、外してあんだよね。森の怒りで中毒が5スタック以上の敵にダメージを与えると強化効果が解除されますと。ちょっと特殊なね、使い方してるからな。こっちだとまだいけるのか。これでやってみるか。これなんだ？これ何が違う？あ、ここか。MP 回復か、クリティカル率が上昇。クリティカル率上昇の方がいいかな。よし、これで一回挑んでみよう。一応これで、ローレインを入れて、MP 回復と、ローレインで CC プラス敵の、バフ解除ですね。無敵バリア貼られた時に一応、これで解除できるかなっていう感じですが、正直怪しいかな。ま、とりあえず言っててもしょうがない。やってみよう。はい、戦闘開始。どうしてもね、敵のバフ解除が解除できずに進めないっていうことが多いので、結構人によってはね、バリア張る前に倒しきるっていうね、力技の人が、中にはいるみたいですが、なかなかね、それもできないので、こうやってね、地道に攻略していきましょう。そう、多分攻撃力だとかは、そのバリアがなければね、問題ないとは思うんですね。ただ問題があるとしたら、本当にその、バリアが張られた時にそのバリアが崩せないというところですかね。さあ、防御力的には結構いい感じなのかな。フレイを入れて全体のバリア張らなくても、いや、きついか。結構早く終わってしまったね。結構防御寄りのフレイさんです。さあ、どうなるかな。結構やっぱ、後ろに来るね、敵さんがね。そうだね。状態上、大勢があれかな、ついてるのかな、急所やっぱり。ちょっとこれでもうまくいかない、 CC があんまりかかってないようだったら状態異常耐性、状態異常命中だをローレインにつけてやってみようかなと思っています。あ、状態異常無効になってるかな、ダウンしてるからか。状態異常無効って見えるね。ちょっと一回、あ、そうだ、あと言われてたんだ、あの画面だね。画面ちょっと変えよう。よし、もう一回挑みまーす。さあ、ちょっと状態異常命中をつけました。そうだね、状態異常無効になってたから、これで状態異常命中かかってくれたらいいんだけども、あとね、防御力、攻撃がね、後ろに来やすいということで、やっぱフレーを使っていってます。で、かかってるかな、どうなんだろう、ちょっと、わかんないけど、さっきからね、ノーマルのステージ2で終わってしまってるので、まあ、それをクリアできたらちょっとは、状態異常命中かかるようになったかなっていう判断にしたいと思います。まあ、ここはね、ちょっと誰も死なずに進んでいただきたいかな。あとはね、やっぱフレーの方がいいかな。防御の何かを、ちょっと待って、状態異常命中、無効に、状態異常が無効になって、てるから、そういうキャラクターなのか、もしかしてっていうことかな。状態異常無効ある、そんな、灰色になったら状態異常無効になるのかな。あとでキャラクターのちょっと説明みたいなの見てみようか。どうなんだろう、ちょっとそれっぽい感じだったけどね。どこだ、灰色の中いるね。奥行かれた。アネットがやばいな。アネットやばいけど、まあしょうがない。一人ぐらいはしょうがなくはないわ。ダメだ。あ、じゃあやっぱこの灰色になったら状態異常無効か、もしかして。ってなると、CC 増やしたところでしょうがないな。どれだろう、どのキャラクターだろう、これかなねえ、これだけじゃやっぱ分からんな。モンスターの詳細、分からん。どうしたらいいんだろう。まあでもちょっと状態上無効っぽかったね。ローレイン外してみようか。ローレイン外して、二人でちょっと回復しつつの、アルテミアで頑張ってもらうと。で、やってみようか。さあ、ヒーラー2人。てか、まあ3人か。主に、アネットもヒーラーとすると、ヒーラー4人体制。さあ、ちょっとやってみよう。9の 13?13?13?13 だった、今。どうかな?さあ、これで、多少改良されたらいいけどね。回復、フレーでちょっとバリアを張りつつ、ちょっと待って。やっぱ状態異常無効って書いてあるけど、この灰色の状態になったらそうなるのかな。クリティカルゼロになってるぞ。どういうことだ。魔法が極端に強いとかなのかな。いや、わからん。まあとりあえずヒーラーがこんだけいればね、まあ死ぬことはないでしょう。時間切れはあっても。さあ、 CC キャラがゼロになってます、今。じゃあアネットがちょっとかけれんのか。まあでもそれよりも、ヒーラー2人、ヒーラー3人、ヒーラー4人っていうわけのわかんない体制です。で、頑張ってもらうのはもう、アルテミア1人。MP 回復が、アルテミア、何サクッといった。サクッといったよ。なんでやっぱ状態異常命中よりも、状態異常、CC よりも、ここは回復優先した方が良かったのかっていうことかな。アネットも体力結構少ないからね、死にやすいんだけど、それでも頑張ってるね。いや、いったね。そうか、CC が効かないのか、このキャラクター。っていうことだね。オッケー、クリアできましたわ。あとこれ、忘れてた、外すの。いや、B バーズさんがね、教えていただきました。私も完全忘れてたんですけど、たまに状態異常で石化になるんですよね。その原因が、私がこの呪いのやつをつけてたからでした。いやー、マジ、これはね、やってしまいましたね。ちょっともう、もったいないけど外そう。よし、外れたね。経験値はちょっともったいないけど、これで、とりあえず OK と。9-13! おしまいでーす !OK! 9-13! まあ、状態異常がね、効かないキャラクターなのかな本当にさっきのは。で、次が、パッと見つけた 9-20 いきまーす。ここも同じ編成で、そのままやってみようか。回復型。回復多めでやっていきまーす。さて。状態、敵さんがバリア張るとこだとちょっとはキャラクター変えないときついですかね。ちょっとそれは様子見ていこう。バリア解除を持ってるキャラクターっていうのが私ちょっと少ないので、バリア張ってるな、無理、ちょっときついかな。ちょっとまあ様子見ながら、やっぱローレインが必要かもしれないですね。でも、バリアの張ってないちょっとした隙間で倒しきりましたね。とりあえず、よし、次のステージ行けました。いやー、ちょっとね、ゴリ押しでいけるんだね、割と。バリア解除って思ってたけど、バリア解除しなくてもいけるんだ。そうか、結構ゴリ押しっていうのもありなんだね。さあ、バリアをほんと無視して攻撃してますね。バリア絶対にゼロになるわけではないのか。それとも本当にバリアの隙間を縫って攻撃してんのかな。さあ、ボスでーす。ガーディアンゴブレン、オメガ。これはそうだね。バリア張ってないね。バリアないのかな。それとも死にそうになったらバリア張ったかな。バリア張ったか。でも、とりあえず、バリアの隙間を、ラブリル行っちゃった。なんだこの不思議な攻撃は。でもラブリルと、ライアスも死んでるか。とりあえずクリアはできるかもしれないけど。でも全然、攻撃当たってないね。ずーっと HP 減らないや。やっぱちょっと一人はローリン入れないとダメか。オッケー、ちょっとローリン入れましょう。MP 回復足りない。いや、てかブラックドラゴンの装備がやっぱ足りないね。8人、6人になると途端に装備が足りなくなる。いや、まあ4人でも足りてないんだけど。さあ、ちょっとですね。敵のバフ解除を持っているローレインを入れましたと。ただね、ちょっとね、敵のバフ解除っていう意味合いではちょっと弱いんですね。なので、ちょっとやっぱキャラクター、誰を育てるかな。本当にビスカとか、育てるか、ローレイン、ピルロップでもいいかなっていう気はしますけども、ピルロップもね、バフ解除を持っているので、あとは誰が欲しいかな。欲しいって言ったら全部キャラクター欲しいんだけどね。全員揃えたいよね。それ結構いつかの夢だよね。なんで、今回のなんか、バージョンアップでキャラクターいっぱい持ってた方がいいよみたいな雰囲気になってるから、それもそれで、集めるきっかけにはなるんですけど、まだね、それをやっちゃっても育てらんないからな。さあ、とりあえずボールスまで行けました。やっぱね、状態上、CC 持ちがいるとやっぱ早いですね。オッケーオッケー。さあ、どんどん、状態上かけてってもらって、で、バフ解除か、一気にやられた。いや、これちょっと回数こなせばできるかな。そんな感じもするな。回数こなしてクリアもちょっと寂しいっちゃ寂しいか。さあ、何度目のチャレンジだろう。4回 ?5 回かな。ちょっとやっぱね、キャラクター変えるだけでも全然進みが違いますね。さあ、この辺でちょっと一回ダウン取ってくれると大きな攻撃の前に倒せそうだったので、やっぱ無理か。よし、ちょっと戻ってフレイとロレインを変えてみよう。違う、フレイとライアスをちょっと入れ替えてみましょう。さあ、どうでしょう。こっからどこまで削れるかな。いや、削るんじゃなくて、まあ攻略したいんだけど、ね、全部削り切ってほしいんだけど、まあ、ちょっとどこまでかっていうの様子見て、また改良改良でやっていきたいけども、やっぱちょっと、おっ、ローレイン止めたかな今、もしかして攻撃を。ああ、まだでも、このバリアをやっぱね、消さないとどうしようもないかな。バリアが張ってる間は、あ、違う。もうローレインいないわ。ローレイン死んじゃってるからバリア解けないわ。まあそうだね。バリアを解くキャラをちょっと一人考えよう。誰がいいかな。ちょっと今日はキャラクター増やさないので、もしバリアを解くキャラ、敵の攻撃を無効化で敵の、バフ解除のキャラクター、もしおすすめいたらちょっと教えていただけると。はい、というわけで、じゃあ、まあ今日はこの辺で。9-20。敵のバフ解除、バリアの解除のキャラクター、もしおすすめがいたら教えてください。前回の動画でもちょっとお聞きしたんですが、まあ改めてね、見てくださってる方もちょっと増えてるようなので、改めて、ちょっとお力、お貸しいただければと思います。で、もしね、他にも皆さんでもね、ここ実は、まあノーマルでもハードでもクリアできてないんだーっていうとこあったら教えていただけると、まあみんなでね、考えていきましょう。そんな感じです。はい。では、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、スピルでした。またねー。ここ押して。チャンネル登録をよろしくお願いします。